ちょっとこれサブちゃんなんですけど、いいね、うん、買ってきたんですよ。はい、ケンタッキーでチーザ、うん、これ新発売やん。え、今新しいやつ、そう、あれ今日発売だから出た、いくよ。これあれずっとカウントダウンしてたやつだ、俺が言ったやつだ。そうそう、カンタがこれ美味しそうだよ、絶対お前食った方がいいよって言ってた。そう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 、ちょっと見ず、いや俺にだけ見ちゃったサブちゃんだから。いやサブちゃんでもさ、これ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 、ちょ食ってみようよ。いやこれ絶対うまいじゃんね。じゃあいいっすか、食べて。はい、いただきます。え、絶対美味しいじゃん。え、何これ、絶対なんか肉じゃね。うまっ、肉じゃね、ここ肉めっちゃうまいぞ、これ。こりゃ絶対揺れるわでも数量限定で、前の人3人連続これ買ってさ、いや焦った、ちょっとなくなりそうだな。うん、うまっ、うまっ、これこれ分かった。ん、どっちかっていうとこっちなんだ、あのケンタッキーだから肉ペーストのピザなんだ。なんかね、載ってたんだよね、ホームページに。それ載ってるか。こんなうめえわ。ね、こんなうまいよな。チッツァだって。だから生地の代わりに、ピッツァみたいなのにかけてるってことか。チーズと。で、だこの生地の代わりにお肉使ってるのね。チキン、トマトケチャップ、オニオン、うん、コーン、サラミ、うん、で、その上チーズ。OK、話し合う。おいしい。お腹いっぱいになってんの。昼飯食った？食っていいよ。昼飯食ってた？昼飯は、おにぎり食った。でもさ、うん、俺も簡単にこういうの好きだよね、結構、うん、俺多分食生活でやばいかな。え、これはこっちも新発売。え、これね、ビストロ風ハンバーグサンド。うん、これもうまいわ、絶対。見て、これ。おいしい。いや、おいしいわ。これなんかパンが柔らかいから。はいはいはい。ハンバーグと合うね。これなんか詳細載ってんのかな？載ってるだろ。丸々1個入ってるイメージないな、私。そうでしょ？なんか薄いのが入ってるイメージあるけど、何も書いてない。うん、それだけ何も書いてない。ビストロ風です。おいしい。俺はもういいよ。なんで？いや、もうお腹いっぱいだし。幸せになれたから。俺多分あれ買うわ。美味しいよね。うん、ケンタッキー昔中学とか高校の頃って、うん、行かなかったの。行かなかったね。なんでかっつったらマックとかの方が安いし、100円マックがあるし、なんだろう、それでよくねっていうふうに思っちゃったけど、ちゃんと野菜が入ってたりするとことか美味しいじゃん、肉の質が。肉が美味しいからケンタッキーいいよね、やっぱ。うん、俺だからケンタッキー結構行くよね。うん、でもマック以外のさ、その、ハンバーガー屋さん、料理屋さんとしてもハンバーガー屋さん行くようになったの、普通の。どこが行けばいいんだよ、今のとこ。それはもうほんと、2時間話せるわ。いい。お腹いっぱいだ。どこら辺で言う？お腹いっぱいある。どこら辺がいい？じゃあ場所で行ったら。この辺。この辺ダメ。あとで教えてくれ。よくそんな食えると思うわ。この後ローソンのトップ5いい紹介するんで。いい、何いいってはいはい、じゃあごちそうさまでした。いや、おすすめ、俺がおすすめって言ったら、そうだ、カンタがおすすめは間違いない。はい、ということでサブチャンネルでした。ありました。ありがとうございました。